県内の地域別では村上地域だけでなく十日町地域や長岡地域、五千市や阿賀町を含む新一地域でもインフルエンザの流行が広がっています今日の時点で学級閉鎖は長岡市と三条市、阿賀野市新潟市では西区と高南区で確認されています冬を前にインフルエンザが流行している理由については これまで新型コロナウイルスが感染拡大していた期間は、まあ、皆さん、基本的な感染対策をしていたということで、まあ、インフルエンザにかかる人がそもそも少なかった、まあ、ただ、その分免疫を持っている人が少なくなってきたため、まあ、今、感染が拡大してきていると言われているんですね、はいまあ、そうなると改めて手洗いやうがいなど基本的な感染対策がやはり重要になってきますよね。うんそうですね 今は新型コロナの感染拡大は抑えられていますが、まあ、冬に同時流行の懸念があります。新型コロナとインフルエンザのワクチンを同時に接種しても問題はないとされていて、県などは重症化の恐れがある人などは早めの接種を呼びかけています。